さあ、ミルカートさんのペグちゃん、ありがとうございます。クマは体がボロボロのまま救出されてメガパンクじゃないと直せないけど、シャボンディの時の PX1 を飛ばしたままになってると思うので、 PX1 の体を移植して完全復活にする。あー、飛ばしたやついたな、そういえば。邪魔するなっつって一個パシフィスタ飛ばしてるよね。確かにあれどこに飛ばしたんだっていうのを考えてる人がいるわ。かなりの重さだろう。パシフィスタ戦闘丸キザルっていう絶望の中、まあクマがね全員を逃がしてくれたんですけど、その時いたあのパシフィスタ、ただあれ命令を聞くでしょ。あれがどっかに飛んでて、でクマはそれを知ってるから、ベガパンクなしでもある程度科学技術を持ったやつがいればそれを直せるみたいな、人造人間16号をブルマの父ちゃんが直したみたいなことが、フリーフ博士的なやつがいないとダメじゃんね。でもどっちみちベガパンクまで行かなくてもね、ドクターゲロまで行かなくてもフリーフ博士的なやつがいないといけなくて、あでもだからそれバルジモアとかどっかに行けばいいのかな、そういうやつは。外装の修理はできても、インプットとかっていうのをいじるのはもうベガパンクじゃなきゃ無理でしょ。そのプログラムをいじるのはね、爆弾を取り除くぐらいはできても、人格をプログラムをどうこうするのは無理だろう。リンドバーグがいけそう。あ、そうか。だからこそのリンドバーグだったら熱いな。ブリーフ博士ぐらいじゃなくてもいいか。リンドバーグが確かに謎にその科学技術系、たけてる系で表現されてるもんね、確かに。フランキーが直すのもあるけどね。クマが奪還できたんすけど、クマのプログラムは多分、ベガパンクが最後にいじったまんまで、もうクマに人格はない。こいつはもう心を失っちまった、みたいな。イワちゃんにまで攻撃していく、みたいな。顔を忘れられたのは初めてのことだっつってガチギレしましたけど。そういうのがいろいろあって、人格はまあ失っているわけですが、リンドバーグの存在プラスパシフィスタが1台飛ばしてんのがあるね。確かにシャボンディ諸島で一味がバラバラになるあのきっかけの時に、パシフィスタ戦闘丸キザルに苦戦している中、本物のクマが来て、でゾクってゾロがしてね、うわこいつ本物だっていう、そこでこのね手こずってたパシフィスタを邪魔だっつってボーンって飛ばすっていうのがあったんで、その飛ばしたパシフィスタをベースに直すんじゃないか。で、そんな技術持ってるやついねえじゃんってなる中、リンドバーグに白羽の矢が立つと。結構熱いよ、これな。外装は復活する。で、リンドバーグがそのプログラムまで書き換えられるかみたいなところか。リンドバーグかっこよすぎない？なんかちょっと。リンドバーグが活躍することを想像したらめっちゃかっこよかったんだけど、なんかあいつ。なんか名前もいいな、リンドバーグ。リンドバーグだけが直せるみたいなね。リンドバーグがクマさん直してくれたらあっちいな。リンドバーグってなんだっけ、この革命軍の南軍隊長。リンドバーグかっこいいや。カラスもかっこいいけどね。間違えるさん600時代ありがとうございます。モッチー先生お疲れ様です。神の騎士団ってワード気になりますね。テンプル騎士団と関係あると思うんですよ。関係あるならおそらくシンボルは十字架。とある十字架が関係する騎士はミホークしかいないと思うんです。今現在所属しているとかはないと思うのですが、何らかの関わりがあると思います。ミホークどこいんだっていう話だよね。世界一の大剣豪バギーが4校になった時に、ミホークはバギーが参加にしたんじゃないか説みたいなのはあったんですけど、そこが来週描かれていくのかな。バギーサイドみたいな感じで、元七部会サイドというかね、ハンコックがインペルダーに幽閉されてるとか、ミホークがどっかにいるとか、そんな描かれてほしいな。描かれる可能性あるよね。七部会制度撤廃で全員の寄せ描かれて、懸賞金全員発表されてとか、イム様出てきてどうとか、シャンクス出てきてとか。テンプル騎士団って俺の中ではもう本当に根幹のオマージュなんだよね。 D の一族がテンプル騎士団オマージュだと思ってて、歴代総長に D がついてて、最後の総長が莫大な宝を残したまま公開処刑されて、総長の墓を掘り起こして出てきたのが頭蓋骨と2本の骨で、この頭蓋骨と2本の骨さえあれば復活できるっていう意味を込めて、ジョリー・ロジャーって呼ばれる海賊旗のシンボルをその後掲げていくみたいなね。テンプル騎士団がその弾圧から逃れるために異色職人として、その身を隠す者と海に出て海賊になる者に分かれていったみたいな。完全に物語の根幹じゃん、もうそれって。異色職人も光月家だし、海賊旗の元になった奴らの話とかなんてさ、神の騎士団はそれとは敵対する組織だからね。そう考えると真似事だよね。天竜人は自称神なんだよね、多分。敵対する奴のことを悪魔の子とか悪魔って呼んだりする、反対なんだよね、多分ね。神と悪の概念は。この真似事をしてたっていうのが、アーロンパークも実は真似事をしてるとかさ、俺はエネルも神の真似事をしてると思ってんすよね。空島ビルカでは神は月にいるとされていたっていうのがビルカには伝わって
ってきてた神の特徴も伝わってるんだとしたら、エネルはそれをゴロゴロの身で表現したみたいなさ、実際の神ではないんだけど神になりたいというか我こそ神だっていうことで神の真似事をしたのが2億ボルト余る。全身白色になって巨大化して髪の毛逆立って羽衣ついてて腕伸びる描写あるみたいな。なんでこうも二かと一致してるんだっていうと、エネルは神になりたいから神の真似事をして能力を使ったというかね、エネルは神が乗るべき船っていうのを真似事として作った。それがマクシムなんじゃないかみたいな。これ見よがしに神って感じで書いて、黄金を使って空を飛ぶ船でジェットダイヤルを応用してたりするんですけど、本当のプルトンはジェットダイヤルなしで空飛べて雲を生み出す装置。なんで雲を生み出す装置が古代兵器なんだっていうと、ニカが本領発揮するためだよね。カイドウ戦でニカになったルフィは巨大化する時もバジュラングガン出す時も一回雷雲の中入ってね、雲の中入って巨大化、ゴムゴムのギガントとかバジュラングガンっていうのをやっている。だから逆に言えば雲さえ取り除いてしまえばニカを本領発揮できないみたいな。そう考えたら雷雲を生み出せる装置っていうのが古代兵器になり得る可能性あるみたいなね。最終バトルの決戦地になるマリージョアとかレッドラインの上ってもう雲よりも高いみたいな表現があったっけ俺が作ってるだけ。まあ、めちゃめちゃ高いことが有名なんで、雲がない状態も考えられるんじゃないかみたいな。だからこそ、そこを本拠地としたみたいなね、世界政府たちは。ニカが仮に出てきたとしても、本領は発揮できない。でも、プルトンで雲を生み出すことができれば、ニカの力を本領発揮できるから、世界をひっくり返すことができるというかね、魚人島もろとも滅ぼすことができるみたいな。なんかそんな感じで、こう考えてますかね。プルトンから、神の真似事からね、テンプル騎士団、真似事っていうのが、いろいろ描かれて、予想も含めてですが、神の騎士団っていうのは実際にそういう騎士団があったのかもね。 D の一族側にそれを真似てるみたいなね。巨大な王国に神々の騎士団というかそういう感じの偉い役職みたいなのがあって、それを真似事としてやってる可能性みたいな、なんかそんなことか。神の騎士団は具体的に誰なんだみたいなの、その辺考えるのも面白いですけどね。イム様の隣にいたあいつなんじゃねえかとかね。神の騎士団一人、五老星よりはあいつ下っぽいけど、どうなのね。イム様と五老星の間の役職なのか、五老星と天竜人の間の役職のやつらなのか。普通の天竜人よりは多分位は高いよね、神の騎士団は。普通の天竜人であるチャルロスとミョスガルドのいざこざに関して神の騎士団が介入してきたっていう話なんで、位は上なのはね決まってるんじゃないかっていう。河原さんにゃこじゃれます。神の騎士団がドフラミンゴ、ミホークなどオディンさんが考察したドレミのやつらだったらクソアチ。なるほどな、それもあるか。だとするとこの杯の感じ、神々の地で審議中、神の騎士団が介入してきて話はややこしゅうなっとる、やらせとけやええわいって言ってんすけど、ドフラミンゴとミホーク来てんのにやらせとけやらせとけみたいになるかなっていうね。チャルロス星殺人未遂っていう、と言っちゃ悪いけどどうでもいい事件に関してミホークとドフラミンゴ来ねえだろうっていうね。ただ神の騎士団がそれとは別にこういう根拠描写をすっ飛ばして、杯が五老星に対する態度とか今までのこと考えると、神々の騎士団つってさ、ドレミファソラシドドンって出てきてミホーク打ったら嫌だけどな神々の騎士団なのかよ、ミホークみたいな。でも、あちいけどな、もうそんなん、トレンド、絶対1位だよな。オディンさん、4万人ぐらい登録してくれんじゃないの同じみんなみさんがしてて、とにかく、ミホークとドフラミンゴは同じみさんがしてるのは確定してるんで。それとはみんな同じ目はしててほしいんだけど、五老星の目はね、イム様とは違うけど。ドレミアソラシド別に五老星を絶対入れなきゃいけないわけじゃないよね。俺がもっとワクワクするんであれば、新キャラというか、イム様、ドフラミンゴよりも強そうな奴ら、出てくるみたいなね。イム様と五老星の間に神の騎士団いるみたいなね。ドレミファソラシ8人か。でそのうちの一番弱いやつと2番目に弱いやつがドフラミンゴとミホーグで、あと6人も元つやついんのっていう、こんなドレッドミデーなやつも1人いたりRPG でも他の漫画でもアニメでもあるよね。謎の8人のめっちゃ強いやつ、おのおの個性めっちゃありそうなやつら登場みたいなドホーグ、レホーグ、ミホーグ、ファホーグ、ソフォーク幻影旅団みたいなね。それはわかるわ、俺、ハンター、ハンター。めっちゃ強え8人出てきたら熱いけどな。インペルダウンから脱獄したてのドフラミンゴと、イホークと、謎のすんげえ強そうな奴ら、一人巨人いて、みたいなね。
いやー、熱いな。ルイ・アーノートさん、ブラックメンさん、2440ありがとうございます。もっち先生、こんばんは。赤髪海賊団の海賊機についてです。過去から見返すと、海賊機のデザインが変わっています。ルフィがゴムゴムの実を食べた時期、白ひげと黒ひげエースのことを話した時、頂上戦争、バルトロメオの扉絵から現在、確認できるだけで3回は変わっていますと。風車村に滞在している時と現在ではレッドホース号のデザインも変わっているのも何か関係が、以前の考察ででっかい鳥が運びやすいように作り直した的な何か考察を。普通にデザインが変わっていっただけなのか、何にも深い意味はないというかね、ところなんじゃないかっていうのもあるんですけど、口が開いてるか閉じてるかとか、なんかそんな微妙な違いだもんね。信念が変わった時に海賊機が変わるみたいな。なんで変わるんだろうな、でも。この方の質問に真摯に答えるんであれば、なんか意味絶対あるはずでしょ？どういう意味があると思いますか？海賊機が変わってるのは。っていう質問だというふうに捉えたいんだよな、俺は。何も意味ないんじゃないですかで一周したくないんだよな。だ信念とか目的が変わってる感じはしないもんな。ゴムゴムの実を CP9 から奪って、でルフィに食べられて、で麦わら帽子に関するなんか深い話をして、腕を食われるっていうところまで一気に思い出していったわけだから、もう一貫してるはずなんだよ、シャンクスの目的とか意思っていうのが。でシャンクスは全部を知ってて、ずっと一貫した行動をしてると。でそれが黒ひげを狙うエースを止めたっていうこととか、頂上戦争を止めたこと、カイドウの小競り合いを止めたこと、今からワンピースを取りに行くことっていうのは全部一貫した目的の上で行ってそうだから、その海賊機が目的が変わるごとに変える意味がないというかね。で言うなら、一貫した目的の中でどっかで長期的目的と短期的目的みたいに分けといて、短期的な目的がこう叶ったら海賊機を変えるっていうルールだったのかな会社やんっていうことにしとくか。でゴムゴムの実はちゃんと奪った、で海賊機を変える、次はルフィに食べさせて麦わら帽子に関する話をしようっていうので、目的をちゃんと掲げて、それが達成できたから海賊機を変える、次はエースを止めるとか目的なのか、そういうことで変えていった。インスタやん何か海賊機が変わってる理由を答えてくださいっていう多分質問なんで、これでいかがでしょうかね。